人への執着っていうのは、物への執着よりもきついんじゃないかな。人間の一番強いし、五感のうちどれだと思いますかはい、厚です。はい、厚先生、今回もよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、えっとですね、早速今回のトピックなんですけれど、人生が変わる断捨離瞑想法。 っていうふうなところで結構興味深い内容ですね。いいですね。はい。これ結構気になる部分だと思うので、本日もよろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、それではね、早速本題に、えー、移っていきたいなと思うんですけれど。も、っましょう。う人生が変わってしまうと、この方法をすると。そう,そうです。明るくなりますよね。おー、なるほど、なるほど。ちょっていうとね、この前回のね、動画で断捨離の瞑想法というか、まあ、 あの、瞑想の効果が倍増する10倍20倍となるっていう風なところの動画の中で出てきた、こう、断捨離瞑想法っていうところで今深掘ってお話聞いてるんですけれど。はい。結構捨てるのって大事ですかそうですね。うん、やっぱりこう、掃除と一緒と思ってもらったら、うん、やっぱり断捨離って言ったら物を捨てるでしょ。うん、必要ない物っていっぱい買っちゃって、 執着するんですよ。うん、それって心でも同じことで、はい、人への執着ってあるでしょう。ああ、なるほど、なるほど。はい、なんか嫌なんでいや、嫌な人なんですけど、はい、でもなんかおごってもらえるとか。<laughs> なるほど。<laughs> はいはい、はい、はい。なんかこの人とはもう別れないといけないのに付き合ってるとか。なるほど。まあ男女関係やったらよくありそうですよ、ね。はい。なんかこの暴力振るわれてるから、うん。絶対に別れないといけないって分かってるのに別れを切り出せないとか。なるほど。 確かに確かに。人への執着っていうのは、物への執着よりもきついんじゃないかな思うんです。ああ、確かにそうですよね。結構ね、こう、人間関係で悩む人が結構多いですよね。はい。だから、人への執着があると、さらにこう、ね、大変なことになるかなと思うんですけどそうです。物でも大変なのに、<laughs> 人への執着が多くなれば多くなるほどですよ。そういう人多いんじゃないかなって思いますよね。そうですよね。はい。 まあ、やっぱり執着してしまうと良くないことが多いですよね。そうです。やっぱりこの、この人嫌だなと思った時にパッて離れたいですよ。うん。そうですね。 まあでも、その、パッと離れればいいのは、多分皆さんもね、離れない人からしたら、それは分かってるんだよっていうところがあると思うんですけど。はい。だから結構そういうふうなところで、まあ、厚木先生なりに、こうね、人生が変わる断捨離瞑想法っていうのがあるんですけど、そういうふうなところの人間関係の執着に対しても、この方法っていうのは効果的なんですかはい、そうです。おちょっと具体的に教えてほしいなと思うんですけど、はい。まずは、このちょっと2点。 考えてほしいんですよ。はい。まずは頭で考えましょうと。うはい。えー、なんで人に執着してしまうかっていうと、うん、えー、一つは損得じゃないかなと思います。ああ、一つ目は損得。はい。はいはいはい。なんかいい人、悪い人とか、この人好きとかっていうのを置いといて、うん、何かす、あの、得があるから、うん。じゃないかなと思うんですよ。はい、はい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 。損する人とは一緒にいないと思うんです。確かに。何か得することがあって、 うんえー、そんなんか、例えば、もう狂われてるけど、うん、生活費を全部出してくれる。ご飯を食べに行くと全部出してくれる。<laughs> はい、全部どっこ行くとかも決めてくれる。あ<ー>そういう利点があるからこそ離れられないわけじゃないですか。嫌なやつなんですけど、うん、お金は入れてくれてるとか。そうなってくると断捨離っていうのはめちゃくちゃしにくい。 そこがあるのかないのか。なるほど。っていうところがまず一点ね。まず一点、損得があると。はい。はい。なんで、えっ、ー、と、次、えー、2点目いきます。はい、はい。2点目っていうのは刺激です。ほう。刺激刺激的なものっていうのはなかなかやめれないっすよ。あー、なるほど。依存。まあ、結構よくあるのはそういうタバ、タバコとかお酒とか。 のも一つ、ね。そうですね。刺激が入る。体に、はい、辛いものだったりとか、<ー>何か刺激の入るもの。はい。え、人間の一番強い刺激っていうのは何かっていうと、はい、五感あるでしょはい。五感のうちどれだと思いますかえー、目、耳、鼻、味覚。味覚。はい。と、えー、 触覚、ね、はいはい。どれが一番強いと思いますかえー、まあでも情報量が多いので言ったら目、目なんですよ。目が70%。<ー>60から70、七十、はい、占めてるんですよ。5個は、はい、あんのに60とかですよ。いや確かにバランスがすごい偏っちゃってますよね。はい。なんでかっていうと、はい、人間っていうのは目がいいんですよ。めちゃくちゃ目がいい。ああ、なるほど。はい。動物の中でもダトツ目いいんじゃないですか。うん、ああ、なるほどなるほど。はい。目のいい、 目がよく作られてるんですよ。はいはいはい。なんで、え便利。なので、何か音がしましたと。僕が飼ってるうさぎたちは、何か向こうで音がすると、にっって耳をやります。ああ、そうなんですか。耳をね、あっち向けるんですよ。こうね、僕たち人間で、こうする人いないでしょ。う向こうで音が聞こえてるのに、こうする人いないんですよ。いないですね。はい。なんで、なんでこうなるかって言ったら、あの、聴覚強いんですよ。ああ、なるほど。嗅覚、匂いとか、はい。 聴覚が強いんでなるほど、耳を先にやるんですよね、えーはい。僕たちっていうのは目が便利すぎて、見に行くんですよね。そうですねということは刺激って何ですかってなったら可愛い。 ええとか、濃いあ。見た目の部分ですね。はい。残念ながら私たちっていうのは <laughs>、えー、かわいい、かっこいいっていうのに、心がね、<あ>安定してなければしてないほど、うん、アイドルだったりとか、うん、何々様ね、うん、何々様みたいな自分を容易に超えていくんですよ。好きな、はい、自分より好きな対象っていうのができちゃうんですよ。うんうん、はい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 ,、はい、はい。なんでそうなってくると、断捨離、 って難しいでしょ多少のアイドルにハマってる人に、はい、アイドルやめなさい、断捨離しなさい。まあ難しい、ね。なるほど。確かにね。その辺、なかなかね、こう、断捨離するの難しいかなと思うんですけど。はい、人の断捨離っていうのはね、物の断捨離なかなか難しいです。そうです、ね。だからちょっと時間かかると思ってもらったらいいかもしれないです、ね。そうですね。もうなんかもう一晩でパッてね、できるものではないと思いますし、はい、やっぱ人間関係がね、そこまで、 一晩でパッて切れるんやったら、そこ、なんかそれはそれでまた問題かなと思うんで。はい。やっぱりまあ、ずっとこう、ストレス抱えているような人間関係やったら、まあ徐々にですよね。はい。徐々に徐々に、まあ相手の傷にもならないようにやるが。コツを教えますよ。お。要はその、瞑想の、はい。断捨離瞑想のコツを押せますよね。あ、じゃあちょっと実践していただいてもいいですか。はい。はい。はい、じゃあ軽くやっていきましょう。はい。お願いします。はい。えー、まずはね、えー、楽な姿勢で、ね、はい、目を閉じて深呼吸してもらって。うん で、もうこの状態でいいです。イメージはしなくていいです。で、イメージしてもらって、で、えー、に、我々に必要なものっていうのは共感なんです。なので、自分に共感してくれる人の顔をイメージしてみてください。はい、得したりだとか、刺激的な人っていうのに、えー、分けてみましょう、はい。共感してくれる人と、 はい、孫、徳とかね、刺激な人を分けてみましょう。はい、自分に必要な人っていうのは共感してくれる方なんです。ですのでえ、どん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 とね、必要な人。この人は本当に自分の人生では必要なんだ。この人はもしかすると必要ないかもしれない。はい、二つに、まずは分別していく。これを やってみてください。できれば目を開けてみてください。はい。すぐには出てこないかもしれないですけど、うん、このね、境界線っていうのは、えー、ないんですよね。あんまり。なる,なるほど、なるほど。なんで、すごく、その、自分に共感してくれる人なのか、うん、えー、得だから付き合ってる。うんうん、えー、刺激的だから付き合ってる。てるはいはいはい。っていう人に、まず分けること。なるほど。はい。それ分けないことには、 断捨離っていうのはできないですね。なるほど、なるほど。まずじゃあ分けるところが、まあ最初のステップとして。ステップ、第一ステップね、はい。まあそこからこう完全にこう捨てれるかは、まあそこがまあ時間かけて,やっていく。その一人次第。はい。はい。はい。わかりました。じゃあ今回はね、まあ実践までしていただいてね、まあこの断捨離瞑想法。はい。っていうふうなところで、はい、ね、なんか多分今ちょっとだけだったんでね、もしね、もう動画をこう何回も見たりとか、ご自身の時間の時に、まあ動画見られてる方はね、またね、再生数取れるなら、 はい。2> <laughs> 第2弾やります。おこれは皆さんにかかってますね。<laughs> そうです。ですですはい。ぜひ何回もちょっと見ていただいて、はいえー、やっていただければなと思います。<laughs> はい、はい。じゃあそういうことで今回は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> 今日の格言自分が一番大切。